お、史跡図と書いてますね。ちょっと写真を撮りますね。これがね、図塔がどういうもんだったかっていうとね、あんま覚えてないんですけどね。まあどういうものか行ってみて行きましょう。ちょっと珍しいね、まあ、奈良のねピラミッドみたいな感じのもんなんで、ちょっと珍しいもんで見ていこうかなと思います。奈良の飛鳥の方だとね、飛鳥とか吉野の方だと、この辺が飛鳥か、吉野の方だと巨石文化みたいなの結構あるみたいで、あれなんですけど、あと300円、牡蠣までお越しください、向こう、300円、金といるのか、どこだ、25メートル、書いてるかな、今行く聞かないか、25メートル近いのか遠いのかわからん距離だよ。あ、これか。あ、すいません、図塔を見に行きたいんですけども。はい。あ、はい。はい。ちょっと待ってください。ありがとうございます。はい。すいません、すいません。はい。すいません。帰られる時にまたお声かけてください。はい、わかりました。すいません。よいしょ。これです。こちらの人ね、私、あの、見たことないけど。どちらからよろしかったら。え、来たのはあの関東ですけど、まあ、出身は関西ですけど、来たのは関東からね、はい、韓国から、関東ですね、すみません、東京から、はい、耳悪くなってね、もう、あ、20度ありますね、はい、ありがとうございます、はい、帰られる時お願いします。こうやって中にどういうものとかってなんか案内とか書いてたりします？一番上にあります。あ、わかりました、ありがとうございます、はい。これは、これね、南無法蓮華経の法華経のなんか感じで、ああ、じゃあ、うん、法華経のやつなんですか。じゃあ、そう、法華経とか他仏とか、うん、あの本当、さんとか、ああ、もういろいろなんですね、もう本当に、そう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 、なんか曼荼羅っぽい感じになってるっていうふうに聞きましたけど、うんうんうん、私もよくわからないんですじゃあちょっと上行って見てきますありがとうございます、はい、じゃあ行ってきます。ずっとと書いてますね。写真撮ります。大正に国に指定された奈良時代の、そう、元宝の頭を思った釘塚のであるとの伝があるが、東大寺僧実忠が造営したどっちの塔であることが明らかになっている。史跡図と書かれてますね。そしてパンフレットがすごい風で暴れてる。順路とか書いてないんだな。とりあえずこっちから行くか。あ、すごいな、ちょっとこれ民家の裏にこんな感じのちょっと面白いな、これ。この民家廃墟じゃね、廃屋じゃね、これ。ああ、はあ、はあ、はあ、いいっすね。これは見事な。面白い。ちょっ
回って見ながら行きましょうか。なんか軽く見に来たけどすごいっすねこれ。あ、ずっと東図と東側の図がありますね。2段、3段、7段がある。1段、2段、3段、4段、5段、6段、7段ってことですね。あ、なんかいろいろ書いてますね、こっち側に。全く聞いたことなかったけど、結構すごいな、これ。正直申し訳ないけど聞いたことなかったもんな。はあ、なんだこれ。もう土の塔であるというふうに言われてますけどね。図塔の発掘と整備。発掘当初は奈良国立文化研究所を担当したと。五輪の塔発掘調査前から置かれて、あの一番上に五輪の塔があるんですけど、見えないですけど、それが、江戸時代に据えたものであろうと言われてますね。発掘して見つかったけど、もともと五輪の塔自体はあったってことなんですかね。で、復元案がこれってことは、なんか、ああ、屋根側、瓦がだから中途半端にある感じなんですね。本当は全部に。つく予定だったのか、どうなんだ。その汚い石物、ちょっとここ写真撮って後でちゃんと読もう。前めっちゃ山なんですね、完全に。で掘ってみたらこんなんだったと。はあ。でずっとね、石仏があったと。44基の石仏が整然と配置されていて、ではされていたとされるのかな、これは。28基が確認されて、25基の表面に仏菩薩像が表されて、表されていると。で、一基が郡山城の石垣に転用されてて、まあ、曼荼羅的構想があったと言われていると、まあ、これ、映ってるように、如来三蔵堂が北で、南北にあって、東西南北にあるのか。涅槃図、まあ仏仏図がいろいろと。そうですね、もっと言うたらなんかこじんまりとした塚みたいな感じなのかと思ってたら全然立派ですね。すごいなこれ。だからあれなんですかね、そこの、まあ、こことかでいいか、こことかにもともと石仏があったんでしょうね。今この石のところ1994って掘られてるんですけど、これは94年に抜き去られたのはそういうことなんですかね。抜き去られたって言い方変だな。1994年にまあ、あの調査で持っていったみたいな感じなんですかね。まあ、そことかがだから多分残ってるのかな、これ。これか、これ見たら分かりやすい。これ残ってますね、こういうのがありますよと。で、これが、南北の、真ん中のところから、おそらく、釈迦三蔵、三蔵像になるのかなってやつですね。はあ。
三尊だ。なんかよくわからん畳屋のおばちゃんが管理してると思えないほど立派なもんですね。別に畳屋のおばちゃんを悪く言うつもりはないけど、まあね、正直入るのに300円言うって聞いて300円取られるのと思ったんです。大仏殿600円ね、大仏殿の2分の1取るのと思ったけど、まあこれだったら確かにね、大変だからね、300円ぐらい取るわしょうがないよ。でまあ荒らされてるの嫌だから鍵するわ。持ってたり全然かっこいいな、これ本当に。仏様がしっかりと残ってますね。だからこっち側が元の山の形を残してるんですかね、発掘する前の。なんて書いてんだ。あ、全然読めない。でもいい、読めないけどそんなに古くないですからね、あれね、あの感じだと。その横の石の説明なんでしょうかね。なんですかね。五輪の塔かいくつか並んでます。看板も全く読めない。もともとはこういう感じで山肌に石仏があってってことなんですよね。でそれを掘ってったらああいう感じで出てきたということなのかな。ちょっと面白い場所ですねこれ。そういうわけで図塔でした。はい、じゃあ降りてって住みましたって言いましょう。